どうも皆さんこんにちは、チャックマスです。今私はですね、おなじみの羽田空港をね、国内線の京急のターミナルにおります。で、本日もね、 ANA のダイヤモンドシーを続きね、やっていきたいと思います。で、今回からですね、まあいろいろね、国内線に乗ってきたわけなんですけども、まあ行って帰ってくるのもね、つまらないものだなというふうに思いまして、国内線のね、ANA のバリュートランジットで行けるところをですね、今回からね、まあ、数回にわたって、回っていこうかなというふうに思っておりまして、今回ね、第1弾ということで、まあ、ANA のダイヤモンドシーを含めてですね、バリュートランジットでね、いろんなとこ行ってね、往復ね、していきたいなと思います。で、今回ですね、羽田から札幌に行って、で、根室に行って、でまた札幌で羽田っていった形で、バリュートランジットでね、往復していきたいと思います。でですね、大体この往復でですね、3万6000円ぐらいで、今ねプライムポイント2倍キャンペーンやっておりますので、 TP 単価がですね、大体 6.3 円ぐらいということで、結構いい方だと思うんですよね。まあ 6.3 円だったら、まあ2倍なんでどうなんだろうな、まあ普通よりちょっといいぐらいですかね。うん、まあ、2倍キャンペーン中なんで、まあ、できればね、まあ、3とか4とかの方が、ね、いいのかなと思うんですけども、まあ、いろんな空港も、ね、行けますんで楽しめるかななんて思っております。でですね、今時間が朝の、ね、5時55分ということで、フライトが、ね、6時55分ということで、あと、ね、1時間ぐらいで、ね、フライトというふうになりますんで、それでは早速、ね、チェックインの方していきたいなと思います。でですね、今まだ6時前なんですけども、空港かなり混雑してますね。いや、いいです、活気があって。今ちょっとね、表示変わっちゃったんですけど、40分前までね、本日は保安検査場混雑予想されるということで、こんな感じになってます。ではチェックインしていきましょう。いや、ちょっとね、階段歩いたらね、息が上がって、ちょっと大きい、ちょっとね、気苦しくて申し訳ない限りです。それですね、無事チェックインができました。 ANA スイートランジで行きたいと思います。朝日がね、めっちゃ綺麗ですね。朝日がね、これも綺麗なので、ちょっと映るかやってみましょうかね。いかがでしょうか。ちょうどね、今日が昇っていくところですね。それではラウンジ出てきました。今日乗る飛行機じゃないんですけどね、ボーイング787ですかね。いや、かっこいいですね。ということで、今回ね、56番ゲートということで行っていきたいと思います。いや、かわいいですね。これ何塗装なんだろう。ぜひ分かる方いたら教えてください。では搭乗していきたいと思います。こんな感じになってます。37.5 度の標高発熱がある場合や、ちょっと GoPro を見せて申し訳ないです。体調が思わしくない時は、で、今回はね、窓側ということで、こんな感じでバッチリで、ね、外の景色も楽しめます。消毒液などをご利用いただき、手指の消毒の設定をお願いいたします。ですね、2つ窓が楽しめる感じですね。それではですね、まだ搭乗したばかりなので、飛行機動くまでしばらく待ちたいと思います。朝の時間帯は本当に綺麗でいいですね。もうちょうど飛行機はね、今動いてたんですけど止まっちゃいましたので、もう間もなくね、離陸となります。ご案内、乗務員の指示に従い、非常口または翼の上で引き手を引いて膨らませてください。
航ルートでね、富士山って見えないんですけど、今日天気がいいのか見えますかね。ちょっと矢印でも出しておきたいと思うんですけど、富士山は見えてますね。いや非常に綺麗。ちょっとね、画面越しで伝わるかっていうところなんですけど、それではですね、まもなくドリンクサービスとなります。今ねこのエアドゥのね機内酒をいただきました。鮭が買えるとかかっこいいですね。ちょっと中はねお見せできないんですけども、結構ねこういうの、ま、乗るたびにねいただくんですけど、あのモニター等もねありませんので、ぜひねもらって読んでみてください。結構面白いですよ。でですね、最後の方のページにこんな感じでね就航路線も載ってます。エアドゥということでこちらになりますね。ちょっと前までね V ポイントから超お得にね利用できたんですけども、完全に塞がれてしまいましたね。まあ、ちょっと異常でしたよね。1200円分のポイントで羽田札幌路線行けましたからね。こうやって就航路線で、ね、見ているだけでも結構楽しいと思いますんで、よかったらもらってみてください。それではねドリンクサービスです。今回はね早朝便ということでコーヒーにしました。今回始発で来てますんでね、かなり眠いです。ではいただきましょうということでコーヒーしました。このね色物、これミルクとあれだけ入ってるやつなんですけど、いや可愛いですね。ちゃんと後ろ方にねエアデート入ってます。会員募集してますんで、入ってない方はぜひということでいただきましょう。今回ね 3A という座席で予約ねさせていただいたわけなんですけども、ちょこちょこね空席目立っておりまして、ちょっと 2A っていうね1個前の座席にね移動させていただきました。飛行機が離陸した後にね、座席が空いていればこういった対応も ね基本的にはしてくれると思いますので、 PA の方に許可を取ってから移動するようにしてください。私もね周囲さんに聞いていいですよということで移動させていただきました。朝ねコーヒーですね、非常に美味しいです。それではあとね50分ぐらいですかね、楽しんでいきたいと思います。でドリンクメニューはね、今回はコーヒーとアップルジュースとお茶、あと何かあったの、あとなんだかな、あのねドリンクメニューがね、で紙とかね口頭で教えていただくじゃなくて、一番前にねモニターがあるんですよね。はい、そこにね出るんですよ。アップルジュースとお茶、お水、オニオンスープ、コーヒーですね。ここから選べると。でね、モニターをねちょっと映したいなと思ったんですけど、ちょっと残念ながらね他のお客様がね映ってしまうというふうになりますので、モニターにねメニューがね、飲み物メニューがね映し出されますので、そちらね見ていただくと好きなものをね注文することができます。オニオンスープとかもねあるんですね。ちょっと私朝とコーヒーにしました。非常にうまいです。それではね、窓からもうね北海道がね見えてますね。もう間もなくっていうところですかね。天気も非常にいいんでね、非常に綺麗ですね。紅葉はね、北海道はすごい進んでてめちゃくちゃ綺麗ですね。もう11月になりますもんね。今日ね10月30日なんですけど、いやーめちゃくちゃ綺麗ですね。さすが寒いだけありますね。関東の方はここまで進んでないと思うんですけどね。で飛行機の影がねちょうど映ってますね。これはこれでかっこいいですね。
手の電子機器類をご使用になれます。なお携帯電話での通話はお控えください。ということで新千歳空港到着いたしました。今ねバスロータリーかなここはにいるんですけども、いや北海道ねめちゃくちゃ寒いですね。今日4度ということで、いや結構ね厚着してきたんですけど、厚着してきてね良かったですね。ちょっと飛行機乗った時ね暑いかななんて思ったんですけど、いや北海道はね寒いですね。で今ね朝の8時半ということでかなり早いですよね。で実はっていうわけじゃないんですけど、今回ですねこの千歳空港から次根室中標津に行って、でまた千歳帰ってきて、まあ、羽田空港帰るわけなんですけど、ここからですね根室中標津まで行く便なんですけど16時30分発とかなんですよねですんでね8時間ぐらいあるんですよ乗り継ぎが。でちょっとねいろいろ考えてるんですけど、まあ、せっかくね新千歳空港まで来ましたので、ここの展望デッキはねちょっと見たいんですけど、まあ、それ以外ね特に決まってなくてですね、ひとまず、ANA の方にねチェックインカウンター行って便早められるかどうかね、当日だったらねやってくれるみたいな話もね聞いたりもしてますんで、ちょっと聞いてみようかなと思います。もしダメだったらねちょっと展望デッキ行って、まあ、この空港の中にね温泉とかもありますし、電車でね札幌まで行ってもねいいかなと思ってるんで、まあいろいろね潰しは聞くと思うんですけども、ひとまずね ANA のチェックインカウンター行って便早められるかどうかね聞いてみたいと思います。ということでとりあえずね1本目のフライトを終えました。ではね ANA のねカウンターの方にねちょっと行ってきたいと思います。ということで展望デッキ着きました。こちら4階の端っこになるのかな。おー今飛行機が飛んできました。 JAL ですね。いやね夜してる人もねかなり少ないですね。まあ、まだね朝の8時半過ぎぐらいですからね、かなり人も少なくていいですね。こんな感じになってます。で今そこに泊まってんのはボーイング787かな、はい泊まっております。ちょっとズームしましょうかね。ちょっと手ぶれしてて申し訳ないと思うんですけども、はいボーイング787泊まってます。いやーここね非常に気持ちいいですね。結構広いです。ということで今ね展望デッキにいて飛行機ね眺めてるんですけども、いや非常にいいですね。楽しいです。人もね本当に 2,3 人しかね、まあ朝が早いんでねいらっしゃらないのかもしれないですけど、本当に利用してる方もねあんまり多くなくて非常にいいですね。ここもね結構広くてねとても気持ちがいいですね。で残念ながらですね便の変更はできないということで、あとね、7時間ぐらいかな、あるんですよね。ちょっと今どうしようかね、考えているところでございます。で温泉もね、開店するのは10時とかなんで、まだね結構時間がありますよね。どうしようかなちょっと考えつつですね、ちょっとここもねかなり気持ちいいし飛行機もねゆっくり見れるんで、ちょっとここ楽しんでからね、考えようかなと思います。いや非常に天気が良くてねいいですね。さっきね日陰で外出た時はねかなり寒かったんですけど、この展望デッキはねめっちゃね日差し来てるの分かると思うんでかなり眩しいんですけど、暖かくてここはちょうどいいですね。寒くもなく暑すぎずっていう感じで、ということでちょっとしばらくねこの展望デッキね楽しみたいと思います。展望デッキのね入り口にスーパーラウンジね、ここカードラウンジだと思うんですけど、ちょっとねせっかくなんで入っていきたいと思います。このカードも、こちらの多分ゴールドカードを持っていれば入れると思います。今回ねナンバーレスゴールドしか持ってきてないんですよね。入れるかな、ちょっと行ってみます。
客さんがね、まあまあいる感じですね。でね、結構ね、いろいろ iPhone の充電ケーブルとか、あとね、コンセントもありますし、結構広くてね、いいんじゃないですかね。窓際の席もあるんで、バッチリね、飛行機も見れます。私はね、ちょっと奥のソファー席、一人掛けのね、ソファー席のとこにいます。非常にいいですね。ちょっとね、しばらくゆっくりしてから行きたいと思います。この後どうしようかな。それはね、ライブで出て今、菊野食堂に来ました。でもこれ、有名なお店でしたよね、確かね。はい、ちょっとね、せっかく北海道に来たので、海鮮をいただいて行きたいと思います。それではね、今回チョイスしたのはこちらです。どうでしょうか。四種丼です。めちゃくちゃ美味しそうですね。あとね、お味噌汁とね、このおしんこはね、ついてくるそうですね。では、いただきたいと思います。ラウンジでね、ちょっと仕事をし始めたらね、結構ね、進んでしまって、もう結構ね、時間経ったんですよね。今ね、12時半ぐらいで、結構作業してました。はい、でね、ちょっともう、このままね、仕事したいなと思ってまして、食べ終わったらね、もうチェックインして、ANA ラウンジの、ANA スイートラウンジでね、仕事しようかなと思います。でですね、スーパーラウンジでね、入り口で、特にね、パンフレットとか置いてないんですけども、この空港の温泉施設ね、新千歳温泉だったかな、新千歳空港温泉っていう温泉施設があるんですけど、こんな感じでね、優待券、まあこれ割引券なんですけど、こちらね、スーパーラウンジでこういった感じでもらうことができますんで、最初ね、ちょっと利用しようかなと思ってたんですけど、ちょっとね、仕事を進めたいというふうに思いまして、ちょっと今回ね、利用しないんですけども、もしね、新千歳空港ね、スーパーラウンジ利用されて、まあ、温泉施設ね、利用されたい方はね、これね、300円割引になりますんで、ぜひよかったら利用してみてください。ということで、前置きが長くなりましたが、いただきます。では、いただきましょう。まず、カニからいっちゃいます。めちゃくちゃ美味しいです。間違いないですね。ちなみにこの私が頼んでるのはね、あんまりお腹が空かなくてですね、ミニサイズをチョイスしてますんで、2000円とか2050円、十分ですね。ウニめちゃくちゃうまいですね。あ、これはまたね、お味噌汁もうまいですね。ホタテいただきましょう。いただきます。ホタテもめちゃうまいです。大満足ですね。ちょっとあとはね、ゆっくりいただきたいと思います。めちゃくちゃうまいです。それではですね、ちょっとね、チェックインする前に国際線ターミナルに来てみたんですけども、やっぱりね、誰もいないですね。全便欠航まだしてるみたいですね。ちょっとはね、出発便もう出てるのかなと思ってたんですけど、まだ全然ですね。明かりはね、前回来た時はね、本当に真っ暗でね、まあ時間が早かったからとかそういうのもあったのかもしれないですけど、まあ、前回はね、本当に真っ暗だったんですけども、今はね、明かりはついてますけども、全便欠航っていう感じですね。ちょっと手ぶれしちゃうかもしれないですけど、お見せしましょうか。こんな感じでもう全部キャンセルになってますね。A カウンターの前にいますけど、一応明かりはついてるんですけどね、警備員の方しかいないですね。反対側も B カウンターもこんな感じで、もう誰もいない感じですね。でこちらはちょっと何屋さんか分かんないですけど、お店も閉まっていて、こっち側のラオックスもねやってないですね。まあ、多くのね、国内線の方に行く道のお店はねやっているんですけども、まあ、この国際線側っていう感じですかね、お店はやっておりません。まあ徐々にね、国際線
乗れるようになってきてますんでね、早くね私としては入国後隔離をねなくしてほしいですね。それさえなくなればっていうところですかね。でももうそろそろかななんて思ってますんで楽しみにしております。ではね国内線に戻ってチェックインねしていきたいと思います。それではラウンジへ入りました。トマトジュース飲んで仕事していきたいと思います。それはね、長い乗り継ぎ時間を終えてこれからね、搭乗していきたいと思います。今ねゲート着いたんですけどもうね搭乗開始しておりますんで、あまだかな、グループ3番なので次ですかね、搭乗ゲートの方で待って搭乗していきたいと思います。今回ね機材ボンバレディアだったと思うんですけど楽しんでいきたいと思います。ということで無事登場することができました。今回ねボンバリエですね、 DHC894、かなり久しぶりですね。もう1年以上多分乗ってないと思うんですけど楽しみに行きたいと思います。足元はねこんな感じになっておりまして結構広いですね。この前のアイベックスに乗った CRJ より大きいと思います。フィッシュ2つと結構余裕ですね。はい、結構広い広い広いってますけど、はい、こんな感じになってます。でもちろんモニターはありません。こんな感じになってます。ここもね、窓側を押さえておりますので外の景色バッチリですね。これいいですね、このプロペラの窓なりっていう感じでかなり迫力のある外の景色が楽しめそうな気がします。それはね間もなく離陸となります。ということで無事ね離陸することができました。いやね夕日が相まってかなり綺麗でしたね。で飛行時間はですね約35分ということで本当に、ね、あっという間のフライトとなります。今回ハッチで、ね、帰ってきますので、まあ、行って、ね、すぐ多分この飛行機に乗って帰ってくるんだと思うんですけど、ということで35分フライトでひとまず楽しんでいきたいと思います。でですね今回ね 6A という座席に座っておりまして、本当にね目の前がねプロペラなんですよ。かなり迫力があります、ね、天井部分ねあんまり言ってなかったんですけど、まあ、この前のねアイベックスの飛行機の時も言いましたけども、結構ね天井が低いので人によってはねちょっと嫌がるかもしれないですね。かなり天井低いです。それはねドリンクサービス始まりました。今回ねコーヒーをいただきました。結構ねなみなみついていただきました、ね、ありがたい限りです。ではいただきましょう。いやね外がねかなり夕焼けで綺麗ですね。映っておりますでしょうか。かなり綺麗ですね。これからどんどんねゴールデンタイムに入っていきますね。ではいただきます。飛行機のコーヒーがうまいですね。また一段と美味しいです。使えるんですね。いやこれはすごいですね。ちゃんと
も見れそうですね。いやすごい、前ね、CRJ 乗った時は Wi-Fi なかったんで、まあ、今回もないだろうなと思ったんですけど、この ANA のボンバリディはねあるんですね。いやこれはありがたいですね。てっきりないとばっかり思ってたんですけど、機内 Wi-Fi のね持ちがありまして、あ、普通に見れるんですね。すごい。ということで、もうね、まもなく本当にあっという間ですね。1時間もないフライトなんて本当にすぐですね。それではですね、無事ね、根室中標津空港到着いたしました。でですね、一度外に出て、またね、チェックインし直しということで、ちょっとね、保安検査場ね、ちゃちゃっと通りました。ちょっとね、時間がね、ギリギリだったんで、ちょっとね、外の映像見せられませんでしたけども、今ね、チェックインして、搭乗口付近におります。いやね、この空港ね、かなりコンパクトで、木造なんですかね、いろんなところに、こんな感じでね、木なんですよ。まあ、これもね、おしゃれでいいですよね。ということで、あとね、10分ぐらいですかね、待ちたいと思います。空港内はね、こんな感じになってるんですよ。ちょっとね、横長の空港となってます。搭乗口もね、一つしかありません。それはね、グループ1番呼ばれましたんで、行きたいと思います。すいません。ということで無事ね搭乗いたしました。バッチリ審査も一緒ということでお待ちしておりました。いただきましたちょっと恥ずかしいですけども、まあ、ミスでもいい。先ほどね乗ってきた飛行機で帰るだけなんでね、ボンバリディア DHC-89400 ですね。また40分ぐらいのフライトですかね、楽しんでいきたいと思います。今回ね15D ということで、先ほどのね、また違った窓から景色がね、お見せできるかなと思います。ちょっと座席はいいですかね。景色はね、こんな感じになっておりまして、ちょうど津野さんのちょっと後ろ側ですかね。またね、ちょっと景色が違って楽しめるのではないのかなと思います。
それではお手洗いに来ました。はい、かなりコンパクトですね。ちょっと忍者レフがついててかなりカメラのインパクトが強いと思いますけども、こんな感じになっております。天井もね、かなり低いです。本当にね、ちょっとしたら頭当たりそうな感じですね。でもね、ちゃんとおむつ台があると。という感じになってます。それではね、着陸態勢に入りました。札幌の夜景ですかね。非常に綺麗ですね。あと10分ぐらいでね、到着となります。それではですね、無事ね、新千歳空港に戻ってまいりました。ちょうどね、乗り継ぎが30分ぐらいですかね、ありますので、どうしようかな、スイートラウンジいますかね。ちょっとゆっくりして羽田空港ね、帰りたいと思います。今ね、人全然いないんですけど、このね、千歳から羽田便に関してはですね、満席ということで、これから人が増えるんですかね、ちょっと謎なんですけど、もう隣もね、いらっしゃらない席もないぐらいね、満席ということで、空席もね、5、6席ぐらいしかなかったんですよね、私見た時ですね。これから人が増えてくんですかね。もしかしたらですね、ちょっと喋れないかもしれないんで、そしたらね、アフレコにするかもしれないですね。ということで、とりあえずスイートランチでね、ゆっくりしたいと思います。いやね、今日ね、4本飛んで次4本目ということで、まあ、疲れてはいるんですけど、次で終わりかって思うと、それはそれでまた寂しい感じがしますよね。ということで、ちょっとね、スイートラウンジ行っていきたいと思います。それはですね、搭乗口、今回10番ゲートということで到着いたしました。もうしばらくしたらですね、搭乗始まると思いますので、ここら辺でね、待ちたいと思います。始まったっぽいですね。行きましょう。それではですね、無事搭乗することができました。今回ね、ボーイング787です。で、今回ね、モニターありですね。モニターと USB とイヤホンジャックもあります。リモコンもありますね。で、足元はね、こんな感じになってます。まあ、広いですね。ということで、窓際ということで、こんな感じで、翼のね、ちょっと後ろ側です。今回25-A という座席です。いやー、夜景がね、めちゃくちゃ綺麗ですね。先ほどね、言った通りね、今回ね、
満席ですね、はい、パンパンでございます。それではね、飛行機が動くまでもうしばらく、ね、待ちたいと思います。それにしても本当にね、めちゃくちゃ綺麗すぎてやばいですね。ちょうど今飛行機が着陸したところですかね。ちょうど左側から飛行機が入ってきましたね。あれはヤバ350ですかね。違うかな、間違ってたらすいません。一瞬目がタヌキ顔に見えたんですけど違いますからね。こうやって ANA を修行してると、いつか JAL の修行もしたいですね。先ほど非常用設備をご案内いたします。皆様ご覧ください。酸素マスクが降りてきた際はご自身のマスクなどを外し、酸素マスクを直接つけてください。The campaign command is to drive with the CEO of Havano and the chief first flight to Canada Havano. Please let us know if you need any assistance in the leap of the industrial design.それでは無事離陸することができました。いや、この札幌の夜景やばいですね。めちゃくちゃ綺麗ですね。って言ってるそばから旋回しちゃいましたね。それでは今回最後のねドリンクアップルジュースにしました。いただきたいと思います。ではね、いただきます。
ということで羽田空港ね、無事到着いたしました。今回ね ANA のダイヤモンド仕様ね、羽田から札幌、札幌から根室中標津で、そこを往復して札幌から羽田空港ということで、合計でですねプレミアムポイント5000、あれいくつだったかな、合計で5728プレミアムポイントね、今回稼ぐことができました。ちょっとね大体ですけども、今ね7万5000ぐらいだと思いますので、あとね2万5000プレミアムポイントね、頑張っていきたいと思います。ということでちょっとね今回長い動画になってしまったと思うんですけども、お付き合いありがとうございました。引き続きねやっていきたいと思っておりますんで、ぜひねご視聴していただければなと思います。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。